皆さん、今回はお得でエコ、プリンタ用の詰め替えインクの補充の仕方をご案内いたします。では早速使ってみましょう。プリンターのインクなくなったらどうされてますか？純正の新品のインクを購入。もちろんそれでも大丈夫です。でも皆さん、お得な詰め替え用のインクがあるのをご存知でしょうか？詰め替えはちょっと難しそう？いえいえ、とっても簡単にできるんです。そもそも詰め替え用のインクというのはですね、空になってしまったインクカートリッジにインクを再度注入することで使えるようにする補充用のインクのことなんです。今回は三和サプライから出ておりますキャノン用の詰め替えインクを使って説明いたします。まずはインクで手が汚れないように付属のビニールの手袋をしていただくことをお勧めいたします。それでは実際にやってみましょう。この部分がインクの供給口になります。あとは供給口にインクを補充していただければ結構です。最後に供給口についた余分なインクをペーパータオルなどで取り除いていただければ、これで完成でございます。他のカラーも同じように補充していただければ結構です。あとはプリンターに元通りセットしていただければ完了です。簡単ですよね。続きましては、大容量カートリッジの補充の仕方を説明いたします。まずは詰め替え用のホルダーにカートリッジをセットいたします。次に付属でドリルがついてまいりますので、この部分から差し込んでいただいて、時計回りに回して穴を開けていきます。あとはドリルガイドを取り外していただきまして、ドリルで開けた穴からインクを補充していただければ結構です。この時にこぼれないように注意しながら補充してください。最後に注入口についたインクを拭き取っていただきまして、付属のプラグで穴を閉じていただければ、これでインクの詰め替えも終了です。意外と簡単でしたよね。しかも純正の新品インクを使用するに比べて大幅なコストダウンが見込めます。しかもカートリッジを複数使うことができますので、ゴミの削減にもつながるんです。ですから環境にも、そして家計にも優しいのがこの詰め替え用のインクなんです。でもやっぱり肝心なのは、綺麗にプリントできるかということですよね。ご安心ください。純正のインクと比較しても、ここまで綺麗にプリントすることが可能です。ちなみに、今回使用した三和サプライのインクは、耐候性に優れておりますので、変色にも強い詰め替えインクです。ビッグカメラでは、プリンタ用の純正インクはもちろん、お得でエコな詰め替え用インクも豊富に取り扱っております。ぜひこの機会にご検討をお願いいたします。